하지 말이야. 키스모드 세스 좀. 午後6時になりました。Hello everyone, you are going to listen to Denden Radio 76.1 FM Koza. Let's go! はい、さあ行くしゅうよ。はい、僕はこっちから久々ですね。今週も頑張っていきたいと思います。はい、それでは地域から世界に発信するラジオ Denden Radio! ハイタイグスヨーチューガナビラ2月27日土曜日ググル9時デンデンラジオヌ時間なといびん。皆さんこんばんは。2月27日土曜日旧暦の1月20日午後6時デンデンラジオの時間になりました。 Hello everyone, it's February 27th on Saturday at 6 o'clock. Time for Denden Radio, ラジオコム大学。チューヌパーソナリティや、シマクトバビンチョウソウル。上村エネト、イタクラシャント、ヒガナナセト、ヒガカイネト、タサクータト、赤峰リュームトゥー、中目トゥ、ミツキ、テ、もう最初のボケ出ましたね。はい、中目です。はい、ヤイビン。それでは、この番組の紹介をしたいと思います。この番組は、シマクトバ、英語、大和口のトゥリリンガル3カ国語で挑戦し、次世代へのシマクトゥバの伝承と、多世代、異世代、国際交流を促進することを目的とした番組です。インターネットを使える環境の方は、FM コザと検索すると、ユーストリーム放送がライブで見られます。皆様、どうぞ最後までお付き合いください。この番組は、シマクトゥバ、英語、大和口ぬ、みちぬくつばちかて、ちぎぬしでぬちぬちゃんかい、しまくつば伝承し、うふおくぬしで、ちがいるしで、国際交流、つしみいるくつ、目的と相違びん。皆様からの、この番組に対する、メッセージや曲のリクエスト、しまくつば、英語に関する質問も、
どしどしお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で761@fmkoza.jp 761@fmkoza.jp。 皆様からのメッセージリクエストお待ちしています。いずれも番組名でんでんラジオとお書き添えください。ラジオネームも忘れずに。はい、皆さんこの時間いかがお過ごしでしょうか。はい、いつもは僕はあのミキサーやってるんですけど、今日いきなりねユーストリームなのでいきなり大きい人がびっくりされてるかもしれないんですが、いつもミキサーやってる赤嶺龍武です。そうですね、今日はこちらに座らせていただいて頑張りますのでね、はい、頑張っていきましょう。はい、今日は2月の27日ということで、もう2月が終わりますね。そうですね。そろそろもう、まあ、卒業式のシーズンも近いということで、高校生がもう3月1日には卒業式ですよね。はい。もうね、こちらにいますけども、はい、高校3年生がね、大学生になるということで、もう、まだ他の中学3年生、しんのつけくんとか、りんちゃんですね、は中学3年生なので、次高校生か。はい、になりますね。まあいろいろ成長したり出会いと別れの季節ですから、まあいろいろあると思うんですが、もうまたこういう時にいろんな人にね感謝とかできたらいいなって思いますけども、まあ感謝といえばですね、今日はあの僕ら日頃お世話になってるねスポンサーさんでもお世話になってますデイサービスセンターシオンさんの方でですね、月2回ある交流会があるんですが、今日参加 してきましたね。ね、コウタくん。ね、参加してきましたね。あ、はい。ね。で、あとで、コウタくんが実際披露しました曲、また、ね、生で今日はまた披露していただくということで、皆さんぜひ、お楽しみにしていただきたいなと思います。で、今日オープニングなんですが、皆さん、今日、旧暦の1月20日ですけども、何の日かご存知でしょうか？何の日かわかりますか？旧暦の1月20日。僕今日はね、ハッピーを申します。この話したんですけど。そうですね。20日総勝ちですね。はい、そうなんですけども。20日総、4日前がちょうど16日といって、愚僧の正月、天国っていうかね、天の正月があったんですけども、今日が、祝い正月って言って、もう、正月の中のもう終わりの正月ということで、いろいろ正月の片付けだったり、年末豚、ね、殺して、塩漬けにしたものがあるんですけど、数値化って言って、それを食べたりとか、また、特に女性の方、もう正月ね、男性に使われて、忙しくして、ちょっとね、こき使いやがったって思ってる女性もいるかもしれないんですけど、その方々がね、すごくゆっくりできる日としても有名ですね。なので、みなぐ総勝ちとかも言われたりしますね。はいはいはい。で、もう、また、この、別のところでは、別のところではないな。まあ、八日総勝ちがそういったところで、いうことで、まあ、本土のところでも、特に西日本では、骨正月骨っていうみたいですね。この日。その飾りっていうか、ね、うさげた食べ物なんかをもう全部食べる。骨まで食べるっていう意味で、そう言われてるみたいですね。まあ、というような、まあ、行事が、まあ、関連したりするのがすごく面白いところだなと思いますけども。また、まあ、まあ、沖縄もこの旧暦の中で、まあ、スタートの、に当たるので、またこれから、いろんな行事が待ってますので、すごく楽しみですね。そうですね。はい。まあ、ということで、まあ、20日総勝ちということで。まあ、いろいろ片付けされてる方もいるんじゃないかなと思いますけども。まあ、安全に気をつけて。今日も寒いですからね。ちょっと、風邪ひかないようにしてもらえたらなと。ね、ずっと寒いからちょっと嫌なんですけど。まあ、3月になったら、そうですね。もう、3月になってくれたら、暖かくなる日が続くんじゃないかな。ね、こうたくんね。まあ、本当に、のんびり、ね、ゆっくりした卒業式を迎えられたらいいですね。ということで、オープニングでしたけども、後半、今日の今週のデネラジオはいろいろですね、沖縄の身近なちょっとニュースだったりとか取り上げていきたいと思いますので、皆さん、ぜひ一緒に考えていきましょう。まあ、今、すごく新聞でも賑わせてます、その、貧困の問題、
ていうのを僕ら目線でちょっといろいろ話をできたらなと思ってますので、お楽しみに。そしてあと後半またシャナさんの英語のコーナーの方もありますので、皆さんお楽しみにしておいてください。はい、ということでスポンサーさんの紹介ですね。ユタサルグトウニゲーサビラ、クリカランワッターがウシワンカイナトール、スポンサーの紹介ウンヌキサビラ。住宅リフォーム建築のことなら有限会社丸内重機。有限会社ケーテル沖縄、ソフトバンク中野町店、ネーブルカデナ店。自分らしく生きる空間、有料老人ホームニヘデホーム。有限会社ニヘイデイビル。柔道制服のことなら熊野整骨院。どんなリフォームもお任せください、株式会社三人。皆様の癒しの空間、デイサービスセンターシオン。お寿司海鮮料理のことなら寿司海産物石松。ヘアーカットのことならビューティーサロンフレンド。 au ショップネーブルカデナ店。生きる支援職人の輩出を目指す琉球リハビリテーション学院。アーリーラーナーズインターナショナルスクール。車の修理一筋45年以上、有限会社金城自動車の提供、FM 小里沖縄半ゾーン NPO の協力でお送りしています。はい、スポンサーさんにご収容、本当にね、私たちのために日頃から本当に汗水垂らし働いていただいて、本当に本当に感謝しております。一平二平デビューありがとうございます。はい、ではということで最初のコーナーの前に曲ですね、いきたいと思います。まあ、今日美月くんがミキサーしてるんですけどもね、一人でやるの初めてかな、一人でできるもんできるのかな、わからないですが、まあ期待しましょう。最初の曲なんですけども、まあ今日もね準備万端の隣にいます田崎浩太くんが曲紹介してくれますので、じゃあまず曲の紹介していただきましょうか。はいはい、中に劇や浅田ゆん、朝ドラユンタヤイビン。今日僕たちはいつもラジオのスポンサーでお世話になっているデイサービスセンターシオさんで交流会をしてきたのですが、そこで今月の新しい曲として朝ドラユンタを披露してきました。この歌は八重山で有名な三原長宝さんの代表とする曲です。また、ハリヌチンダラタヌシャマヨの林があるので、一緒に歌っていただけたらいいなと思います。うん、というわけで、今日は私、コータが朝ドラユンタを昼をさねやんじ、むといびん。では、今から心の準備をしますので、しばらくお待ちください。はい。おー、いいですね。心の準備までね。していただけるということで。まあ、実際に、まあ、今生でね、演奏していただくということで、今一緒にね、隣にいます、カイナさんも歌を一緒に歌っていただきます。なので、はい、男とね、女の声ですごくいいメロディーになるんじゃないかと思いますので、まあ、浅田ゆん太は本当に沖縄の民謡ではもう、1位に争うぐらいすごく有名な曲だと思いますので、皆さんもぜひね口ずさんでいただけたらなと思っております。ではじゃあ準備は、心の準備は大丈夫ですか。はい、カエルさんも大丈夫ですか。はい、 OK です、いい笑顔です。じゃあはい、行きましょうか。それではじゃあ、八重山民謡であります朝ドラユンタです、どうぞ。Good.
チンダラカルシャマヨハリアスイスイスイさあ嬉しい恥ずかしい沖縄を立ててさあゆいゆいぬしおしはゆいあれをにままならぬまたありぬちんだらかるしゃまよいやささはいやなてちんはいやさあたぐさとるならいいんじゃよい月よさあゆいゆい二人で気兼ねをやれ鬼水いらずまたありぬちんだらかるしゃまよいやはいやすいすいすいまたありぬちんだらかるしゃまよいやささはいやさてちぇはいやさあ沖縄よいとこ一度はめんそれさあゆいゆい春夏秋冬緑の島よまたありぬちんだらかるしゃまよいやはいやすいすいすいスイスイはい、ただいまの曲はですね、八重山を代表とする曲で、アサドアユンタでした。ありがとうございます。はい、生のね、聴かせていただきましたけども、すごくまた二人が、女性とね、男性の声で、すごく重なってる感じがすごく、心地よかったですね。はい。照れてるね。やっぱりこの八重山の民謡ね、ですけども、誰でもね、うちの町だったら聞いたことあるような曲だと思うんですけども、宮野長宝さん、他にもね、遠藤の花とか、いろんな曲ありますので、すごく、メロディーもすごく近代的というか、すごくみんなが聴きやすい曲とかたくさん出てますので、皆さんぜひチェックしてもらいたいな、チェックしてもらえたらなと思っております。ということで、今日の曲は何でしたか？はい。今日の曲は、八重山の代表とする曲で、浅田雄太でした。はい、ペニペデビル、ありがとうございます。はい。ではですね、次のコーナーですね、行っていきたいと思います。じゃあ、ミスク君、タイトルコールとね、手作業大変だと思うんですけども、よろしくお願いいたします。ユタサルグトゥーニゲーサビラ。続いては、ウチナービンジョータイム。はい。
ちょっとテンション低いですね。負けてますよ。すね、はい。このコーナーはですね、皆さん、私たちのね、地元の、このうちなですね、皆さんで一緒に知っていこうという、そういうコーナーになっております。はい。で、まあ、日頃、すごくね、文化だったりとか、行事ごととかすごく取り上げてきましたけども、今日はですね、ぜひ皆さんと一緒に、この、最近のニュースについて、ちょっと皆さんと一緒にね、学んでいけたらなと考えております。っていうのは、最近沖縄タイムスだったりとか、琉球新報さん、各紙すごく、毎週のように取り上げてる記事内容なんですけども、僕らにもすごく関係がある、まあ、僕らのその身の回りにも関係があることだと思うんですけども、子供の貧困ですね。すごくね、高校だ、学生がちょっと考えるの難しいかもしれないんですけども、まあ、僕らの周りにもね、すごく生活を、がすごく苦しい方々とかっていうのがたくさんいるっていうのが、まあ、このニュースの中であるんですけども。まあ、ちょっとこの、まあ、詳しい、まあ、記事が書かれているのがありますので、ちょっと紹介したいと思います。今日はですね、子供の貧困について、ちょっと取り上げたニュースをちょっと見ていきたいと思います。はい。まず、はい。子供、沖縄タイムスのからの抜粋なんですが、ちょっと紹介していきたいと思います。このニュースでちょっとわかることがですね、まず、沖縄県内の子供の貧困率は 29.9%。で、全国平均2012年度の約2倍ということで、まあ、沖縄県内だけでも、沖縄県内の中の、3人に1人が貧困になっているということですね。はい。で、次が、学用品や給食費を補助する就学援助を貧困層の半数が受けていない。要はこの給食食べてない人もいるってことですね。はい。半数もが受けてない。だから半分が受けてないってことですね。で、あと一つが、約半数が食料困窮の経験があり、一人親世帯は 43%。約半分ですね。半分の家庭が、だから一人親世帯、貧困の。どうですか？まあ沖縄はすごくまあ離婚の世帯も多いって言いますけども、僕もまあ、母子家庭なんですけども、まあ、すごくまあ、僕らのところ、まあ、親が頑張ってくれたおかげで、すごく恵まれてはいるんですけども、やっぱ他のところだったりとかは、まあ、なかなか生活が難しかったりする子がやっぱり多いみたいですね。まあ、ちょっと中身の方をちょっと詳しく見ていきたいと思います。はい。沖縄県内の子供の貧困率が 29.9% に上ることが、29日、都道府県で初めてとなる県の調査で分かった。2012年時点の全国平均 16.3% なんですけども、それの2倍と。はい。で、子供の3人に1人がまあ貧困の状態に置かれていることになり、県内の深刻な状況が改めて浮き彫りになった。1人親世帯の貧困率はなんと 58.9%。全国を 4.3% も上回ったということで、まあ全国に見てもすごく高い数値であるんですけども、沖縄県だけで 58.9% 片親世代ですね、世帯の。これどうですかね。やっぱり両親がいることはすごく恵まれることだと思うんですけど、やっぱりこういった形で、一人親ということでね、収入がね、入るのが難しかったりとか、皆さんどうですか？親、二人、両親。まあ、いますか？いるよね。子供ね。すごく、それは本当に幸せなことだと思いますよ。やっぱり、この、現状を見る中ですごくもう、さっきもありましたけど、給食買えなかったね、食べれなかったりとかね、たくさんある中で、こういった感じで出てますので。で、ちょっと次行きましょうね。で、貧困層。で、就学援助を受けていない割合は、小学1年が 57%、小学5年が 52%、中学2年生が 45% に上ったと。ということで、意味わかりますか？この、まあ、就学し、まあ、それぐらいのね、お金がないので、まあ、こういった県がね、行っている補助だったりとか、そういった県が行っている対策あるんですけども、やっぱりそれを知らない家庭が多いっていうことですよね。なかなか、どこに相談していいかはわからないとか、これちょっと困ってるんだけどどうしようかっていう家庭が多いっていうのが浮き彫りになったっていうことですね。確かになんか問題、いじめが、
例えばね、学校でいじめられたということで、学校に相談してもし解決できなかった場合に、どこに頼っていいかって、わからないですよね。もしかしたら子供自身が、無料電話でね、相談してたりとかするかもわからないですけども、沖縄市の場合は青少年センターといって、子供のための施設はそういうのあるんですけど、僕らはね、子供会の活動もしてますから、わかる部分はあると思うんですけど、意外と、世の中の人たちってわからない人かもしれない。気にも留めますからね、うん、そういう施設に関しては。うん、そういうことを行政が行っていることに関してもすごく、まあ、関心が薄いのかなっていうのはすごく思いますね。そうですね。うん、でですね、貧困、食料困窮の、まあ、経験を詳しく見ていきますと、両親がいる世帯が 25%。少ないですよね、これ結構。両親が、うん。25% しか両親の世帯がいないっていうことですね。貧困の中で。あー。で、だったに対し、一人親世帯がまあ 43%、ね。半分ですよ。半分ぐらいですね。沖縄県の半分です。片親が、ということで。まあ、僕もその人、あれに入るんですけども、すごい、まあ、多いのがありますね。で、この数字は全国調査結果の、全国ではまあ 22% が 33% ってなってるみたいなんですけど、それより多くて、まあ、深刻さが、まあ、際立ったということで。はい。で、まあ、生活の困窮からライフラインが、まあ、脅かされている状況も現れているということで、電気や電話など、ね、当たり前のね、ものですよね。電気や電話など、料金を過去1年間に滞納した経験は、電気やガス、電話などで貧困層が 30%。で、水道料金も 20% を超えていると。で、過去10年間に停止された経験も 20% 近くあるっていうことで。多いですね。いや、なかなかね、人間のやっぱり基礎ですよね。この水道だったりとか、基本的に使う生活のものですよね。こういったのがやっぱ止められるぐらい、生活水準がやっぱ低いということですよね。やっぱりなかなか、多分働いてるかもしれないですけれども、それ相応のやっぱり生活ができてないっていうのが、沖縄、まあ、県内で今あるということで、大変な状況ですね。まあ、このアンケートはですね、まあ、2015年の10月から11月、まあ、県内の5つの、まあ、県域から、延べ73校の小中学校の児童生徒、で、保護者に、アンケートを取って、子供の、まあ、アンケートした数は3195名。で、保護者は4973名が対象。で、まあ、71% の、まあ、回答を得たということで。まあ、言ったらアンケートは、まあ、氷山の一角ということですね。そうですね。うん。他にも、やっぱり、こういった、大変な思いをされている家庭があるということで。やっぱり、これをね、今後、どういうふうにね、僕ら、もしかしたら意外と、僕ら世代で言うと、ちょっとそっぽを向きがちな問題なのかもしれないですけども、いざやっぱり周りを見ると、そういった同級生とか、もしかしているかもしれないし、もう最悪な場合、その子がもしかしたらいじめられるっていうこともありますよね。お風呂を入れなかったってことで、もうちょっと、まあ、言いたくないです。臭いってことで、あいつ臭いからとかって言って、いじめになったりとか、そういう状況をやっぱり作りかねないのが今の沖縄の状況ですよね。そうはい。そういった、こうやっぱり社会の問題っていうのももっとね、沖縄県内もっと考えていっていただけたらなと思うんですけども。どうですか？これちょっと長く話しすぎたんですけども。どう思いますか？このニュース。ちょっとね、難しい問題ですけども。もともとこの貧困問題があるっていうのはやっぱり認識はあったんですけど、こうなって数字で見ると、深刻さがすごい今、実感して。そうですね。やっぱり、どこかね、周りを見たら本当に、明日はご飯ないとか、春休みとかね、夏休みとか、僕らね、いろんな人にとってはもう楽しい時間ではあるかもしれないですけども、この人たちにとってはもうご飯が食べる時間がないっていうか、ご飯を食べる機会が失われるということなので、そうですね。すごくそこはもう痛いというか、なんか、もうちょっとね、できないかなってすごくありますけどもね。どうですか、飼い主さん。自分もこういった数字で見ること初めてだったので、はい、すごい衝撃を受けてます。うん、自分の身の回りにもそういった方がいる
んだろうし、うん、そういった面でサポートできてないからこうなってるはずなので、うん、そういったどうやれば改善できるかっていうのをもっとちゃんと考えるべきだと思います。そうですね、うん、確かにそうですよ。でまた沖縄市の場合は子供のね人口が一番沖縄県ね多いということで、そうですよね。そうなんですけども、やっぱり沖縄市がやっぱすごく対策というかそういった面でも遅いっていう風にやっぱり挙げられているのは実情で、まあなかなかその対策としてもねうまくできてないっていうのがさ多いと思うんですよね、沖縄市の場合は。また本当にそういった中でも、まあ、最近のねニュースだったりとかで広島カープが沖縄市に来てたニュースあるんですけども、そこで広島カープさんがすごくありがたいことに沖縄市に1億円のお金を渡したんですね、ニュースであったんですけども、まあ、これをまあ沖縄市は、まあスポーツの文化振興とかで利用するということで話があったんですけども、まあ僕の意見としてはね、僕の意見なんですけどね、まあこのメンバーではないですけど、僕の意見としてはやっぱりもっとスポーツはまあ言ったら娯楽じゃないですか、もっと基本的なやっぱ生活だったりとかにもっと利用していただけたらなーなんて一応は思う。少しでもいいですね、うん、こういう子たちを助けられるようなものができるといいですか。1億円っていうねすごく大きいですけど、大きいですね、うん、本当にいろいろ、まあ沖縄市のまあ市長さんもいろいろ考えられてると思うんですけどもね、合わせ干潟の問題だとかもすごく、まあ、開発とか やられてますけども、こうやってやっぱり明日ね生きることもでさえも辛いね人たちがいるっていうことを本当に僕らもやっぱりもっと真剣に考えていかないといけないと思いますし、そういった方々だからこそすごくなんか相談できなかったりね、周りにそういった頼る人がいなかったりっていう人が多分たくさんいると思いますよ。だからそういった人たちのために僕らがね何ができるかっていうのをもっと本当に考えていけたらいいですけどね、はいはい、まあいろいろ、はい、ということでですね、いろいろ話をしてきましたが、まあこれらのね以外にもなんかこういった問題ありますけども、他のところでまあいろいろ解決策とかいろいろあるということでちょっと調べてもらってるので、はい、解決策っていうか今実行されているものというのはちょっと自分が調べた限りはまだ見当たらなかったんですけど、はい、案としてあって、一括交付金をこの貧困問題に活用したらどうかだとか、うん、難しいね、はい、うん、自分がちょっとあいい案だなと思ったのが、児童館は夜は空いているのでなんかそういった食事を作ったりとかに活用してほしいっていう案もあったみたいで、はいはいはい、そう言って児童館を利用して交流することで学習支援とかにもつなげてほしいっていう意見もあったそうです。なるほど、なるほど、はい、今でも確かに徐々にですけど、うん、各地で子ども食堂とか、うん、そういった地域のなんか場所利用してやってるっていうところは聞きますよね、うん、浦添の方でも今2つぐらい子ども食堂っていうのをやってるみたいで、そこですごくね子どもたちでそこで、ね、また地域のね触れ合いの中でそういったコミュニティがね、形成されていければ、うん、見える関係づくりってもね、できますしね。そうですね。そういうのも面白いかなと思います。確かに面白いと思いますね。はい、はい、はい。でも児童館の数が少ないので、また小学校区に、うん、小学校の区域に一つは欲しいといった要望も出ているそうです。確かに、それはある、はい、ありますね。沖縄市、本当にね、あやねさんも言ってましたけど、二つしかなくて、沖縄市。あ、浦添は必ず小学校の隣にあるんですよ。隣接してるんですよ。だけど、沖縄市は二個しかないっていうのがあるので。そこで、通常であれば、多分、各地域には、公民館などがあると思うんですよ。うん、そこで公民館がどうにか、わかりますか、児童館の役割を担えれば、いいと思うんです。遊ぶ場とかではなくて、そういう勉強したりとか、公民館で。やっぱ広いじゃないですか、公民館で。だから机並べて、勉強するだけでもいいと思いますし、このサークルなどがない時間帯を開放して、うん、なんか地域の子供たちおいで集めたりとか、うんうんうん、おじいちゃんおばあちゃん来てくださいとか、なんか話してくださいだったりとか、うん、やると面白いと思うんですけど、そこら辺も少しね、うん、なんか沖縄市からできていければ、そうですね、とは思いますけどね、確かに普段から、
これでなんか知恵をね授けてくれるようなね、なんかあればすごくなんか子供たちもねすごく楽しいって言ったらあれですけど、まあこれからのねためにもなるような感じになると思うのでね。他にもなんかありますか？自分はこのやっぱ世界であるじゃないですか、貧困問題。まあそうですね、世界規模ですけどね、各国のこの対策というか、うん、もうと比べてみたいなと思いまして、でインドですとこの農村開発とこの公共サービスの供給が重視されているんですね、インドは。でこのなんでかっていうと食料輸入に依存しないというこの意味でのこの自分たちで何て言うんですか、自給、食料自給を達成させるとともに、このやっぱ食料価格の安定とか、やっぱりそうすると農業すると仕事も増えるじゃないですか。そうですね、だからそういう意味で、あの増加をもたらしてこのやっぱり貧困の削減に大きく貢献したそうです。おー、そうなんですね、確かにその自分たちの仕事をね、なんか作る上でも大事だと思いますし、また自分たちで作ったものをまた自分たちで食べるっていうことが、すごくなんか物を大切にするだったりとか、そういったね教えにもつながるっていうのはすごく思うので、すごくいいですね、なんかね、で、あともう一箇所アフリカなんですけど、このアフリカではこの貧困を終わらせるにはこのグローバルのネットワークが必要になるっていう考え方で、このやっぱりこの国が頑張ることも大事ですけど、周りのこの先進国とかもいっぱいあるじゃないですか、はいはい、がまずこの貧困に陥った人たちがどれだけ勇敢に来ているかとか、どれだけ責任を持って戦っているかっていうことを知り、投資とかなんかできるサポートをすることが大事と考えているようです。なるほどですね、まあ、そうか、そういったその社会的弱者の人たちにも、そういった、まあ、いわゆる先進国って言われている方々がね、もっとそういった、まあ、投資もこれからね国として発展していくようなところに、まあ、ある意味教育の機会を与えたりとか、そういったすごくまあ可能性がありますよね。アフリカとかまだまだ 未開拓な場所ということで、まあ、仕事的にも、まあ、人材的にもね、でもなんか総合的にね、なんかすごいスポーツでもアフリカの人ってすごいじゃないですか。そうですね、そういったところでもやっぱりハングリーさっていうかな、やっぱり他にはないすごく頑張っていこうという心っていうのはすごく多分あると思うので、そういった意味でもね、そういったことができるのであればすごくそこの発展にもね、つながると思うので、すごくいいと思いますよね。これが沖縄でね、できたらいいんですけどね。うちなんじゅが沖縄のことを、で、沖縄でね、沖縄を復興させようっていうかね、頑張っていこうってね、できたら本当は一番ベストですけどもね。まあ、現状としてもね、本土の会社がたくさんある中で僕らもね、頑張らないといけないですね。はい、そうですね。はい。はい、まあ、ということで、いろいろ話してきましたけども、まあ、今週はまあ、子供の貧困ということで、いろいろ話してきましたけども、まあ、たくさん、まあ、沖縄の問題ね、たくさんある中で、本当に、僕らにね、一人の力だと何もできないですけども、それをまあ、なんていうんですか、助けてあげるじゃないけど、この人の心をね、なんか、和らげてあげたりとか、ちょっとしたコミュニケーションを取るだけでも、この子が救われたりとか、もしかしたらあるかもしれないので、その子がもしね、周りでいじめられたりとか、そういったことでなんか問題を抱えてね、大変そうな顔してたりとかしてるのであれば、ぜひこの子たちの手を取って、ぜひ助けていただけたらいいなと思いますし、僕らもね、もっと積極的に、なんかこういった問題に取り組んでいけたらなと、解決ね、まあ、僕ら子供たちでも、子供ですけども、まあ、やっぱり若い世代でやっぱり何かできることたくさんあると思うので、こういった社会問題にもね、目を向けて、また特に18歳以上は選挙権もね、今年から持つということで、そういったね、大人になる責任っていうのも、同時についてきますので、こういった問題にもね、どんどん当たっていって、なんか解決できるような、はい、問題解決をね、できるような大人になれたらいいですね。はい。はい。ということで、最初のコーナー、ちょっとね、長く気になりましたけども、はい。うちなわ便調タイムのコーナーは、以上です。一平二平デビル。一平二平デビル、はい。はい。ということで、じゃあはい。切り替えて、行きましょうか。はい。じゃあ次の曲、シャナさんから、洋楽の方、チョイスしてもらってますので紹介お願いします。はい、今日の歌は恋愛
フライングしたね今。びっくりした。なんかイントロドーンみたいな。あ、でもそうか。どうぞ。紹介してください。はい、まあ知ってると思うんですけど、ジャスティンビーバーさん。ジャスティンビーバーの一応Love Yourself っていう歌なんですけど、うん、そのタイトルの Love Yourself はなんか自分を愛しなさいみたいな。で、その歌は、なんか君ともういたくないなーみたいな歌です。なんか例えばジャスティンはセリーナ・ゴメズ、うん、セリーナ・ゴメズさんと付き合ってじゃないですか、うん、だから今はなんかもう電話しないでみたいなもう近寄らないでみたいな歌です。意味わかる？じゃあ一応いい歌です。はい、じゃあ Love Yourself by Justin Bieber です。どうぞ。
はい、The song was Love Yourself by Justin Bieber でした。いやーもうね、ジャスティン・ビーバーさんですよあのジャスティン・ビーバーさんですね。いやーあ、ちょっとね、ちょっと放送関係かわからないですけど、ちょっとね、音質が悪かったので、ちょっと、すいませんでした。ちょっとね。でもですね、この曲、Love Yourself ですか？もう、大変もう、アメリカの方では、皆さんが聴いていますね。皆さん聴いてます、絶対。なんでかって言ったら、もう YouTube の再生回数3億超えてますから。へぇびっくりしましたよ。まあ、普通でもね、有名アーティストも1億超えるのが当たり前みたいな感じになってるんで、ただ、最近でも、ね、グラミーがありましたけども、グラミー賞ね、ありましたけども、まあ僕が好きなブルーノ・マーズさんが、レコードオブダイヤー取ったんですけども、アップタウン・ファンクあるじゃないですかね。あれ、再生回数13億ですよ。13億。でもカンナムスタイル20億ですよ。わあ、そうなんだ。みんな聞いた、オーマイガー、イエス、オーマイガー。それぐらい、まあ、もう本当にこの音楽市場とかもね、できた沖縄もね、沖縄の僕らが考えてね、再生活1億なんてね、できたらいいですけど、夢があるんですけどもね、まあ今後ね、できたらいいなと思いますけども。はい、今日の曲何でしたか？はい、今日の曲は、ジャスティン・ビーバーの Love Yourself でした。はい、Thank you very much! はい。はい。はい、続いていってみよう。はい、次のコーナーはシャーンの英語のコーナーです。イエーイ。声が出なかった今。じゃあ、3月といえば何ですか？3月といえば、3月結構あるな。3月といえば日本っぽい、バレンタイン、じゃあホワイトデーじゃない日本、あ、ブレ3月といえば何かな。最近やないかな。何があるかな。やるよ。3月といえばひな祭りとかですか。そう、おお、今日はひな祭りを、そうなんだ、説明したいと思います。そうなんだ、英語で。じゃあ最初に、あ、じゃあどっちがいいですか、皆さんは。最初に日本語で説明して、それを英語で説明するか、英語で説明して日本語で説明するか。英語から、英語から、いきます。はい、じゃあいきますね。はい。 March 3rd is ひな祭り、the dolls festival for girls. People display a set of dolls and pray for the sound growth of girls in the family. We offer sweet mild cake, sake, and rice cakes on the doll stand. Hina dolls wear ancient court costumes. です。はい。で、これをなんか日本語にざっと訳すと、3月3日はひな祭りですって。で、なんかその日は、その家族の女性のなんか健康な成長とかを願うんです、うん、はい、願うんですよ。で、あとなんか人形を飾る、はい、飾りますで、はい、その甘酒とかひなあられを食べます。で、その飾ってある人形はなんかありきてるって、古代の宮廷衣装を着てるんですって。なんかちゃんとした意味のある着物らしいですなんか平安時代っぽいですもんね。ああ、確かに、うん、確かに、うん、おじゃる丸に出てきそうな感じ で、ピックアップしたいものが2つあります。はい、最初にが健康な成長の意味のっていう意味のあるサウンドグロースです。なんかサウンドがなんか静かじゃない、この場合では健康って意味で、グロースが成長とか、グロースが葉っぱの成長でも何でもいいんですよ、人間でも。はい、じゃあ練習しましょう。Sound growth。Sound growth。はい。で、次が、古代の宮廷衣装っていう意味の、ancient court costumes。で、ancient が古代。例えば古代エジプトとか、エジプト、うん、とか、court が、なんか裁判じゃなくて、なんか、すごい上のやつ、宮廷。宮廷。って意味で、うん、で、コスチュームが衣装。うん。普通にハロウィンコスチュームとか言うじゃないですか。うん、じゃあ練習しましょう。ancient。ancient。court。court。コスチューム。コスチューム。です。で、さっき、
出てきた、なんか、なんだろう、英語にはもともとない日本語のやつ、あの、2つあって、それが、あの、甘酒とひなあられなんですけど、で、甘酒は英語で言ったら、sweet, mild sake。じゃあ、練習しましょう。sweet, mild sake。で、その、ひなあられが、まあ、あの、ライスケークスって言うんですけど、ちょ、餅っとも言う、餅っても言えるけど、まあ、しょうがないんじゃん。しょうがないのかな、そう。じゃあ、サナの分析ね。ライスケークス。ライスケークス。はい。なるほど、ね。最後にもう一回英語読んでみて、なんか聞き取れるか、やってみましょう。はい。ゆっくりお願いしますね。はい。March 3rd is Hinamatsuri, the doll festival for girls.People display a set of dolls and pray for the sound growth of girls in the family. We offer sweet mild sake and rice cakes on the doll stand. Hina dolls wear ancient court costumes. Sake はあれじゃないですね。アルコールじゃないですね。Sake なんですね。Sake ね。OK ですね。これは覚えました。はいはいはい。ということで、じゃあ、シャナさんの英語のコーナーは終わりです。終わりですか、はい。いや、ありがとうございますね。まあ、3月3日ね。うん、まあ、3月4日は三振の日ですけどもね。今後注目していきましょう。はい。Thank you very much. はい。そのまま地域コーナーに、地域の情報を流していきたいと思います。はい。最初に、カイネさんから情報があるそうなので、お願いします。はい。毎週木曜日、大里公民館で、大里三振クラブ、てんてんを、比嘉真知子紳士から習っています。はい。大里三振クラブ、てんてんは、現在生徒は3名で、活用内容としては、真知子先生からたくさん曲を習って、敬老会や地域の新年会など、の様々な行事に参加したりしています。もし興味のある方は、どうぞ参加してみてください。毎週木曜日、大里公民館、午後5時半から午後6時半までやっています。どうぞ、興味があれば、お願いします。はい。はい、じゃあ次も、もう一ついきたいと思います。私たちも所属している沖縄半蔵ユースクラブです。ユースクラブでは、沖縄半蔵ユースクラブでは様々な地域貢献活動に参加しています。放課後の履歴書作りをテーマに、街づくりイベントや公民館敬老会、保育園や老人ホームまで幅広く島くつばの指導を地域の先輩たちから受けながら、出張オペレッタ芝居を行っています。で、去年は念願の国境を越えたハワイウチナンチたちとの公演を開催することができました。そして今年度は実際にハワイでの公演を目標に日々練習に励んでいます。今後とも公に貢献するチムグクルを学んでいきたいと思っております。はい。まあ今年はまあうちの大会もあるということで、まあそこに向けた練習もね、はい、これから入っていきますけども、ね、本当に沖縄のね文化だったりとかすごく学べる機会がたくさんありますので、うん、まあ僕らのね地元で。僕らの大事なアイデンティティですから、ね、まあ若いうちからね、この学んでいくこと大切だと思いますので、はい、ぜひ中高、小学生でもね、別に問題はないです。小中高、大学生、はい、誰でも募集していますので、何かね、地域のために貢献したいとか、そういった思いがある方はぜひ参加していただけたら、なと思っております。はい。はい。ということで、まあ、詳しい話聞きたい方はぜひ、毎週ね、土曜日午後6時からやってますので、その時、ラジオに来ていただいたりとか、沖縄市の方に、はい、沖縄市宮里の方に本部がありますので、はい、その情報また来週ね、詳しく、はい、お伝えしていきたいと思います。はい。はい、はい、ということで、エンディングですけども、急ピッチでやってきましたけどもね。はい。まあ、ぜひね、皆さんも、まあ、今日のニュースにもありましたように、子供の貧困ですね。やっぱり皆さん、やっぱり一人一人の力では、やっぱり何もできません。やっぱり皆さんのね、協力が必要になります。やっぱり支援ですね、志で繋がる縁っていうものを皆さんと一緒に、ぜひ、地域のね、昔にあったその良さっていうのを、現在に復活してまた、できていったら、すごくいいものができるんじゃないかなと思っております。ということで、
はい、頑張っていきましょうね、皆さんね。はい、はい、ということで、はい、スポンサーさんの紹介をしてから終えていきたいと思います。はい、はい、今日のでんでんラジオラジオ子ども大学の時間は、有限会社丸一重機、ソフトバンク中野町店、ネーブルカデナ店、有料老人ホームニヘデホーム、有限会社ニヘデービル、熊野整骨院、株式会社三人、デイサービスセンターシオン、寿司海産物石松、ビューティーサロンフレンド、 au ショップネーブルカデナ店、琉球リハビリテーション学院、アーリーラーナーズインターナショナルスクール、有限会社金城自動車と FM 小里沖縄ハンズオン NPO の協力でお送りいたしました。はい、今週もみんなでお別れしていきましょう。それではまた来週。 See you next week! せーの、またやーさーい。ありがとうございました。